成田線の小林駅に着きました。今日はこれから滝野まで歩いていきたいと思います。では出発します。歩き始めてまだ200メートルぐらいなんですけれども、ちょっとですね、マスクだと息で眼鏡が曇るんで、マスクはちょっと外してあります。そうですね、ここからまっすぐ行って、こんもりとした木立の方に入っていくような感じがします。今日は11月の13日、土曜日ですね。今午前7時58分というところですね。ですから、小林駅を出たのが55分ぐらいですから、まだ歩き始めて3分ぐらいしか経ってないと、そういう感じですかね。すぐのところにですね、これは何て読むんでしょうかね、常福慶寺っていうんですかね、日蓮宗のお寺があります。結構古い立派なお寺みたいですね。読めない、非常に恥ずかしいんですけれども、この日蓮宗常福慶寺ですかね、というところがあるみたいです。こんなところに和食の店がありますね。美味しそうな感じがしますね。ここはちょっと上り坂ですかね。先の方にアパートなんかがありますね。歩き出し始めてのすぐのところでのこの上り坂、結構効きますね。先ほど駅を出るときに行ったんですけれども、やっぱりこの山を越えるんですね。ちょっとやっぱり厳しい。おっと、ここにですね、そばどころの巴さんというのがありますね。ああ、ここはちょっと入ってみたい場所ですね。道としてはこっちでいいのかな。ありがたいことにですね、先ほどのところからすぐに下りになりました。これはありがたい。目の前にですね、大きな体育館みたいなような、建物が見えてますね。お、素晴らしい竹林。あ、結構整理されてんだ、この竹林。ヤツデも咲いてますね。この時期はやっぱりヤツデの花の咲く時期ですからね。ここは結構、あ、こっちが左肩が学校ですか、中学校ぐらいですかね。で、右の方は、車検とか板金って書いてありますから、これ自動車工場ですね。あ、こんなところに中学校があるんだ。なんていう中学校だろう。関係者以外立ち禁止の普段の横に小林中学校って書いてありますから、小林中学校ですね。これ体育館ですね。今大きな団地の中に入ってますけれども、一瞬道に迷ったかなと思ったんですけども、多分この道でいいんでしょう。鈴掛通りということですから、これ鈴掛の木ですよね。ですからこれでいいかなと思います。プラタナス、プラタナスって最初は鈴掛って言いましたよね。この道を今やっぱりかなりきつい上りになってます。車の通りがかなり激しい。いや、さすがにきつい。この上り坂はきつい。結構ですね、傾斜が激しいんですよね。この鈴掛通りですか、を上り切ると多分あとは平地になるのかなという感じがします。
もう少しで登りきりそうです。反対側に渡りました。多分ですね、この道です。あと少し行ったら左に入る細い道があるんですけども、そこに行くんじゃないかなと思います。お、ここはあれですね、小林牧場までは歩いて 400m ということになりますね。今目の前に下に降りていく道が見えるんですけども、そうではなくてですね、この左に入るこの道を行くのかなと思います。そうですね、200-300m 右肩には立派な道路が通ってるんですけども、多分ここは近道になるんでしょうね。まあ、田舎の道といいますか、印西、昔で言うと元野という村だったんですけども、その元野村の旧道といいますか、昔の生活道路ですね、そこを今歩いているわけです。中に屋根が高いと思って見たらお寺ですね。お墓が結構ありますと思ったらですね、この左の方にですね、なんか立派な歴史の由緒ある、お堂って言いますかが見えますね。この杉林の向こう側ですね。ここは、これやっぱりお寺なんですね。龍水寺というお寺ですね。で、こちら、こちらもじゃあ同じなんですかね。非常に立派ですね。ここは特に。やっぱり流水寺ですね、ここもね。非常に立派なお寺が建ってます。千葉県文化財指定の流水寺薬師堂。ということになる。薬師堂ですね、これはね。ちょっと見てみましょうか。金付き堂もあるんですね。梵鐘。これは、建武5年の財名ということで、南北朝時代に作られた梵鐘って書いてありますね。素晴らしい。こういう、これついちゃいけないんだろうな。素晴らしいですね。お堂があって、そしてこれが山門の方に向かいますね。そしてここには十九夜社っていうんですかね、これ読めないんですけども、でここで山門をくぐります。多分この山門にも多分言われがあると思いますね。ということはここに、あ、すごい。ここにですね、映るかな。お顔が映るぐらいになる。こういう。で、こっちは、あですね。これも古そう。ちょっと説明書きを読んでみましょう。これですね。千葉県指定
有形文化財、木造金剛力士一層、鎌倉時代末に遡る数作と思われる、ということで、ここを出ていきます。そうか、天台宗ですね、天台宗の流水寺とで硫黄殿薬師堂という名前が書いてあります。また大きな道にたどり着きました。先ほどの綺麗な道をまっすぐ行って左に曲がるとこの道に続くようなんですけれども、その道に今斜めから入って、まあ、直線距離で一番近いところを通ってきたという形になります。ほぼ到着なんですけれども、ここがですね滝野という、非常に人気のある団地ですね。その中心にある、公園にそろそろ着きます。時間は今8時36分です。ロスタイムは5分あったと考えれば8時30分ですから、約40分で着いたということになりますね。お疲れ様です。もう少しで、公園に着きますので、そうしましたら、終わりにしたいと思います。あ、綺麗な文字ですね。公園に着きました。ここですね。ここで今日は時間を潰そうと思います。どうもお疲れ様でした。